ガインダコート町のマウラ・カリカ寺院マウラ・カリカは、ネパール神話の女神の寺院である。芝神の腹の上で踊るカーリー・メガミは、エネルギー、力と、新たな始まりのシンボルであり、ドゥルガーの別名でも知られる。ネパール中南部にあるガインダコートのマウラ・カリカ寺院は、ネパールでは、最近人気がある、観光地及び宗教施設の一つとされている。マウラ・カリカは、 海抜561メートルのマウラ山の頂上に位置し、南には奈良谷川、北には高い山々がある。歴史的に16世紀にパルパにあった王朝はヒンドゥー教の女神、カリカエネルギーと権力及び調和と物事の新たな始まりの象徴として、マウラ山の頂上でカリカ女神の参拝を行っていたとされている。それ以来、 マウラカリカの存在と人気が代々と伝わってきたという。山の頂から見えるマナスル1990年代、初めに現在の寺院が建設されて、以来参拝者及び観光客が年々と増えている。ネパール最大の祭りであるダサイン祭のシーズンでは、最近、毎年数十万人の観光客が訪れると言われている。2010年には、 ネパールの初代大統領ラーム・バラン・ヤーダブが寺院を訪問したほか、インドからは有名なヨガグルのラーム・デイブが寺院を訪れた。最近、マウラ・カリカはハイキング及びアドベンチャースポットとしても、地域及び周辺の人々にとって大変人気がある。山のふもとから頂上まで約2000メートルのハイキングルートが整備されており、毎日多くの人々が訪れる。 さらに国内外から訪れるシトワン国立公園の観光客も当地を経由してカトマンズやルンビニへ向かうという観光客はバラトプルまたはナラヤンガートのロッジに滞在する晴れた日には頂上から南に国立公園シトワン盆地のパノラマが広がり北側にマナスルが見える山の頂からは朝日が昇るのが見える最寄りの空港は バラトプル空港である。空港まで車で約30分。カトマンズとポカラに便がある。カトマンズからバス、または自動車で5時間。インド国境近くのルンビニとビールガンジから車で3時間。ありがとうございます。